宝島 Z バルバロスの秘宝は2007年10月25日に日本にて発売された新感覚思考アドベンチャーゲームカプコンの WEO オリジナルタイトル第1弾宣伝キャラクターには草野人しが起用され草野が出演するテレビ CM が放映されたまた海外では米国の大手ゲームサイトのイグンと米国最大の任天堂コミュニティである GO 任天堂が大々的に宣伝キャンペーンを行っている。ゲームの目的はすべて集めると宝島に行けるというバルバロスパーツを集めること。各ステージはドールハウスのような箱庭風の構造となっており、様々な仕掛けを解いてバルバロスパーツを手に入れることができる。仕掛けの多くは、ウィーリモコンを様々な道具に見立てて仕掛けを解くことが多いが、ウィーキーの手助けが必要だったり、 仕掛けが解けないと罠にかかってしまうこともあり、慎重に仕掛けを解かなければならない。エリアの最後では、ボスと対決し、次のエリアの地図を獲得する。また、ミニゲームとして、ウィーキーのベルを、ウィーリモコンのモーションセンサーに見立てた音楽ゲームがあり、魔界村や、ロックマンにドクター、ワイリーの謎のワイリーステージの曲、ソンソンなどの BGM で遊ぶことができる。ありがとうございます。